はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は信長の野望革新をやっていきたいと思います。で、まず勢力図見ておくとですね、信長総兵力100万というところになっているんですが、まず武田が北へだいぶ勢力を伸ばして25万、さらに北条が20万、で島津44万ということで、まず島津をしっかり、これ以上勢力大きくならないように注意する必要があるというのと、あとですね、まあ、長宗我部はあまり刺激しないで、おきたいなというところで、さらに上杉を飲み込んで、上杉のね、優秀な家臣団を組み込んで対武田に備えたいなというふうに思っています。じゃあまずは今言った戦略を行っていきましょう。あとね、人材ですね。ちょっと人材がね、かなり、枯渇してきているので、もうある程度無尽蔵にというか、優秀か優秀じゃないかはあまり加味しないで、武将をね、ちょっと片っ端から確保していきましょう。で、金がなくなってきたらまあちょっと雑な言い方になっちゃいましたけども、お金がね、不足してきたら、どっかのタイミングで、まとめてね、使えない武将は解雇していくというやり方を取っていきます。捕虜の方はどう？義明、はじめ、ある程度、どっかの能力に秀でているものは優先的にもちろん登用していきたいんですが、なかなかいないよね。三好長春。赤松杉原。稲富。稲富がなんでこんなところにいるんだ。稲富はね、まあ、あくまでも一説によるとですけども、桶狭間合戦で、今川義元の本陣の場所を信長に報告した武将だと言われてますね。まあ、こんなところでいいかな、一旦。で、合わせて武将をそれでは移動しましょう。で、どこに移動するか。まず最前線ですね。筒子ヶ崎館。ここに最低でも5、6人は入れちゃいたいですね。で、さらに、もう一つの最前線になるであろう。深し。ここにも武将を入れていきます。本当は戦える強い武将をね、入れていきたいんですが、まあなかなかそうはいかないので、誰でもいいのでとにかく入れる。さらに最前線になる鳥取城、ここにも武将を入れます。前回は手元に置いておきましょう。でもう一つ、さらに山陽の最前線、岡山城にも武将を入れます。一旦この程度でいいでしょう。で、外交です。さっきお話したところですね。どうしようかね。韓国聞くところある？長宗我部は聞かないか。島津、北条、武田、上杉、聞かないね。では、これで時間を進めます。で、危険なところ、今、軍事的に危険なところどっかある？筒子ヶ崎10万。深しに6万。鳥取が2万か、ちょっと危ないね。で、岡山、姫路に20万か。で、今は、上杉攻めの真っ最中。さらに、今日が、ここがどうかだよね。丹波の水軍衆。ここを回収しよう、まず。丹波の水軍衆。なんかの見返りが欲しいなら、なんかの見返りあげるよって言いたい。他、協定結べるところあるかな？結べるだけ結んじゃいたい。一旦はこの程度かな。黒人衆、回収しよう。中国の黒人衆も。よし、これでいくぞ。まずはあっさり、しっかり、上杉を手なずけたいところですが、日本刀を差し上げるので、OK だ。協定成立。富山城を制圧した。
富山城成立、成立と、制圧とがごっちゃになっちゃいましたが、この後すぐに軍団の方針で、信忠はともかく、信勝の軍勢は、このまま最後の拠点、上杉最後の拠点、魚津城を攻略させます。信忠、どうする?信忠なんですが、これ雲今日。一旦取り返す?城を。信兼も、吉田、郡山城、攻略できるのかな?ちょっと不安がありますが、詰めます。島津、鍋島隊が八橋城に向け進撃。確認しましょう。八橋城。まあ、ここは取られても仕方がないのかな。増援出せる力ないよね。技術。まあ、内政上げとく?ちょっと待ってね。その前に外交。交渉は効かない。となると、効かないというか、まあ、交渉中なので、兵役やるぐらいだったら内政だよね。八橋城は厳しいな。まず停戦が効くかどうか確認しましょう。外交。停戦。要請も厳しいしな。島津をこれ以上でかくさせたくないんですが。鳥取城が危ないね。でちょっと待ってね、今そうすると吉田郡山城の攻略が可能なんじゃないか。出陣しよう。取ったら取り返す。島津家に八橋が取られたと。まあいいよ。鳥取城が厳しいな。鳥取城が本当に厳しいけど、鳥取城は絶対に守りたい。総領外交ね、しょうがない。返しましょう。これは何か買うものがあるかですが、とりあえず今はいらない。それよりも重要なのは、島津つぶしだよね。拠点攻撃もしてもらえない。無差別にしておくよ、とりあえず。それよりも、本当に厳しいね。鳥取城が守りきれない気がするんだよな。東海の黒人衆、長ちゃんしっかりやってね。ぐは。黒人衆、東海の黒人衆に見放されたらちょっとやっていけないよ。もう一度派遣しよう。東海の黒人衆なかなか頑固だな。いや、それでも何度でも行こう。東海の黒人衆が味方についてくれないと厳しい。
あとは、軍事出陣で、ウォーズ城、誰も行く気配がないので、ウォーズ城に、安土から軍勢を出しましょう。これで、敵の出陣を促します。東海の黒人衆は無理だな。で、鳥取城を守りきったんで、追撃しよう。八幡城へ追撃。武田家が春日山に向けて出陣か。ちょっと待ってね。いやー、なかなか厳しいね。これは魚津城攻略のために春日山から出陣した、その隙をついて春日山に部隊を出してきてるね。増援出せる。海津城に3万、海津城1000。厳しいけど、うまいこと戦ってもらうしかないな。徳川からの交渉の使者。ここは、じゃあ、牧場をもらい受けましょう。今は、そうか。技術習得中なので厳しいね。かといって、金、ただでさえ武田ないのに。金を巻きかけてもしょうがないただであげましょう。定勝が死んだか。ありな。まあ、ここ最近の傾向では、ひたすら、徒用の傾向なので、まあ、士官を求めてくる武将は、基本、みんな、雇います。おー、本庁来たね。上杉家臣。これはありがたい。秀長ね。武田信玄隊もやってきて、あとはどうだろうね。信玄がちょっと嫌なことしてきてくれてるなぁという感じはするけど、まずは八橋城攻略でしょ。いやー、なかなかどこも厳しい戦いになってるなぁ。まずは武田をここを春日山で食い止めないことには話にならないね。これはどうにかなるの？外交で再び交渉しましょう。徳川から牧場とかいらないからな。3義ね。3万6千で3義。買っとくか。春日山が奪われてるよ。取り返そう。春日山はすぐに奪い返さないと危ないよ。いや、その前にやっぱりあれだな。魚津城攻略して、謙信以下を全員確保してから春日山取り返すか。もう今更どうにもならないもんね。春日山を取り返すのはちょっと難しいので。天海が討ち死にか。任せあれ。
いや、本当に厳しい戦いになってるね。築城。三層天守。すぐにでも三層天守。惜しい。海津城が危ないよね、もうすでに。魚津城をさっさと取って、謙信以下優秀な家臣団を全て、抱き込みたい。抱き込みたいぞ。あとは、返還要求。庭長いで、返還させてよ。左近も、みんな返還してくれ。みんな返還してほしい、本当に。いやー、どこも厳しい戦い続いてるなー。いやー、海津城が危ないねー。ここまで四面楚歌ってなってると、完全に外交戦略を間違えたなって感じですね。海津城は落ちるな、これ。武田のこの10万からなる軍勢を食い止める力は今の海津城にはない。となると、海津城で迎え撃つよりは、不可視で迎え撃つ方がまだ可能性あるな。で、徳川が多分北条に滅ぼされますね、これ。お、上杉がこちらになびく。さらに韓国。武田、長宗我部、北条、島津。もう残されてる国の数は少ないね。軍団の方針で金を巻き上げます。海津城が落ちるよね。まあ、これは想定内です。よし。上杉を傘下に加えたので、方針。信雄に、まず、魚津城を預けて、魚津城の武将は誰がいる？謙信、さすがよ。統率126は、ちょっと頭一つ抜けてるな。さらに景勝も99か。強いね。この辺りの武将で、一気に武田を切り崩したい。春日山攻略含めてね。で、さらに、軍事。違うね。人材ですね。移動させます。いや、マジできついわ。恐ろしく武田と北条が、そして島津が拡大してるんで、これなんとか食い止めないと手がつけられない状態になって、あとは、織田が食われていくという運命を、ちょっと皆さんと一緒に眺めるだけになっちゃうんで、それを防ぎたいですね。で、まずは、市場は最悪捨てて、本庄のある場所を守りきりたいですよね。家康の優秀な家臣団、組み込みたいな。なんか手はないかな。
まずはやっぱり協定、東海の黒人衆を味方に組み入れたい。できないかな。いや、支給満相当か。全然いいよ。紙をあげよう。で、そうなったら、軍事。違う。外語だな。覇気。徳川。順慶に行ってもらおう。順慶に行きましょう。で、軍団で、方針。信兼の軍団で、徳川を食おう。これはもう生き残りのためだ。しょうがない。拒否。衝撃的だよね、徳川からすると。要請を拒否された直後に、同盟を破棄されるわけでしょ。よし、同盟は破棄した。構わん。そして、軍団、方針。信兼の軍勢は、吉田郡山ではなく、目標を岡崎城に変更。徳川征伐に移ります。これからね、軍事、出陣していきましょう。目標はまずは岡崎城。仕官してくるものは拒まずです。で、さらに、ちょっと今ね、一気に忠誠が下がるようなことをしたので、忠誠が90以下のもの、もう多いな。90以下のやつ多すぎるわ。一通り90以下のやつには、加増をしましょう。東城がどうかというところだね。八王子城のマジでこんなことしてくれってたの。さすがだな。深市に戻って深市の防衛に当たってくれ。さて、そしたら、外交。交渉できない。いや、各地で、農民隊が、ろくでもないことしてくれてるわ。モグラ攻めを受けているとか言って。マジかい。が、ふかしが奪われてるのか。いやー、武田強いね、やっぱり。同盟の下、調査からね。同盟結びましょう。人質はいらない。姫を要求する。我が妃としようではないか。何歳なんだろう。15歳。15歳の姫君を。我が配下としましょう。つぶ手を投げてきたな。いやー、さすが家康だな。そしたら戦略。外政で指示。
崩壊の黒人衆は無差別。変換でしたね、北条から。さてと、いやー、これは無理よ。義則むちゃくちゃ強いもん。拒否だよ、拒否。むしろ処刑する。そんな感じでしょ？人材、豊、捕虜。逃げられる前に処刑。いやー強いなー、さすがに家康は。増援はなぜ来ない？増援出したよ、増援要請のしたね。援軍を出してほしい。出してあげよう。今治に増援を出してくれという要求で。そんなに危ないの今。ちょっと待ってね、その前に岡崎城がもうすぐ落とせるぞ。金がないって言ってるの。いやー、なかなかのこと言うね。で、軍団方針、信兼ですが、目標の攻略を変えます。浜松港に変える。なんとしても浜松港、最後の場所はこちらが取らなきゃいけない。よって、早めに出陣しましょう。軍事出陣。長ちゃん。浜松港へ。81日かかるか。いや、家康マジで強いな。いや、信兼マジ何やってるんだ。増援出してよ、増援。増援出して。で、つつじヶ崎館が危ないって言うんでしょ。まあ、つつじヶ崎館はいいよ。最悪やるよ。やる。お前らに。その代わり、家康配下の優秀な家臣団はこちらが全てもらい受ける。そういうことでね、韓国、家康効かないか。家康戦わずして食かせたかったな。いや、家康マジで強い。一気の鎮圧大変だよね。一発ぐらいさ、やっと刑事の槍と突撃が決まった。はっきり言って徳川の優秀な家臣団を抱き込めるんだったら、つつじヶ崎館城一つ失ったとしても OK だ。待って、岐阜は無理よ。岐阜は無理。岐阜は無理だ。岐阜は無理よ。さすがにさ、岐阜は取られないようにしよう。なんか岐阜に向けて出陣しましたとかって出てたけど。岐阜は守ろうよ。岐阜はさ、岐阜はさすがに渡せないよ。A 軍事出陣。いや、なんか効果音だけで何が起きたのか分かんないんだけど。
武田からの返還の使者、ここはうまいこと言って、武将を解放させていかなきゃいけないね。まずは左近、あとは重さんでも長秀も返してもらわなきゃいけないからな。岐阜大丈夫なんだよね。よし、これを機に一気に、外交したい。くそ、どこも何もできない。厳しいな。そうすると、まず浜松は絶対に取りたいんですよ。さっきから何度も言っているように。かといって岐阜を失うわけにもいかないので、どうなってる？魚津城に軍勢6万。春日山、海津、深志は敵の3万5千。さてさて、辻ヶ崎館、なんとか守りきれるのかな？ただ、高天神を今取らないでいつ取るという話だよね。まとまった数の軍勢が欲しい。関東寺が3000しかいないのか。清須は？亀山も軍勢の数足りないよね。いや、マジでさ、信金何やってんだ？無能にも程があんだろう。方針。信金。兵力5万しかいないもんな。マジで何やってたんだって言いたいわ。うわ、ちょっと待って、ここに来て、浜松を、小賢しすぎる。北条、マジか、お前。ふざけんな。これは無理だぞ。編成。いやー、やられた。完全にやられたな。ちょっと待て、信長、帰るな。帰るなっつの。ダメよ。ダメだっつの。そうか、分かったぞ。退却を許可しない。だー、北条に奪われた。ダメだー、目論見みが完全に崩れたー。やられたー。岡崎、ちょっと待って、岐阜が奪われたとかそういうこと？岐阜が奪われてる。くー、苦しい。マジか。マジですかい。いや、北条がむちゃくちゃ強くなるな。岐阜は取り返さないとまずいでしょ、普通に考えてさ。先生、いや、信金がかすすぎる。いくらなんでも聞いてないっていうぐらいかすすぎるぞ。敵部隊壊滅しました。さ、武田からのこの使者、これふざけんな。武田、姑息が過ぎるだろう。
そ、何やってんだよ。返すよ。返すけど、条件提示で、サイト。で、さらにみんな返してほしいからな。いやあ、なかなか本当に思い通りに進まないですね。正直言って今回のこの流れ、もうあとは見てるだけで終わりかなーなんて甘い感じで見てたんですけど、そうはいかなかったですね。辻ヶ崎が危ないのか、再び。八王子に6万。駿府、高天神、浜松。そうすると外交だよね、停戦。北条、武田。今だったらどっちとも停戦できる。だとしたら、停戦で、北条と停戦しましょう。んで、武田と戦う。武田は勝頼に代替わりしてますね、よく見たら。であれば、まずは岐阜を取り返そう。軍団、遠征。岐阜を狙うんだったら、信勝。軍事、方針で。目標、岐阜を取り返そう。そっからだ。よし、そしたら今のうちに外交、同盟、北条、そうはいかないよね。いや本当に無意味なことしたよね。さあ雪村捕獲しよう。雪村、捕獲できなかったね。まあいいよ。ウジテル。ウジテルはね、渡せない。拒否。というかね、そもそも、処罰よ。処断。捕虜。捕虜は全員殺す。特に武田。北条ウジテルも殺す。脱走とかされてね、戦力になられても困るね。というところで、まあちょっとどうなんだろうっていう感じですが、まず対島津、ここはなんとかね、島津勢の、進出を、なんとかギリ食い止めた。八つ橋に12万ってなんだよ。ただ鳥取18万、鳥取の18万もすごいな。武将22人。岡山、あとはどうなんだろうね。姫路に8000。厳しいのが、岡崎なんですが、岡崎はただ、東海の黒人衆味方につけてるんで、まあなんとかなりそうかなという感じですね。で、問題は岐阜よ、岐阜。岐阜を取り返したいんだけど。取り返せるの？まず観音寺防衛しとこう。金がないけど。ね。
なので、まあ次回は岐阜を攻略して深志を取り返す、まあそのあたりからですかね。人材で最後に豊洋、優秀な武将いれば豊洋しちゃいましょう。統率はマックスでもこの程度か。では浪人は、浪人統率忠勝、忠勝いるじゃん。もう速攻で雇うよ、忠勝なんて。雇わない方がおかしいだろう。信綱。あとは統率。まあそんなところかな。忠勝が入ってくれれば半端ないからね。統率110、武勇108、というところですかね。では次回はこの続きをプレイしていきたいと思いますので、また応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。